はい、こんにちは。今日は2022年柴原高台の問題です。問題はこちらです。こちらの方程式を満たす x の値を求めようといった問題ですね。これは見た目はごついんですけれども、整理してやっていきましょうと。まずはここにログがある、ここにもログがあるということで、進数条件 x-1 と x-2 の4乗っていうのは、これは両方正ですね。ということで、この条件のもと考えていきましょう。で、まずこっち側はっていうと、整理すると x は1より大きいよと。そしてこっち側はっていうと、これグラフを書いてみると、こういうグラフですよね。x が2の時に0になるよと。で、これが y イコール x-2 の4乗のグラフですよと。x イコール2でこの対称なグラフになってますよと。つまり x が2の時に0で、2以外の値を取れば正になりますね。つまり x が2でなければ、これを満たすよということです。つまり、x が2でないと。ということですね。つまり、これかつこれ。これ両方満たす x の範囲っていうのは、これかつこれですよと。ということですので、結局、x は1より大きく2でないですので、2より下。そして、2より大きい x。これらが、これかつこれを満たす x の範囲ということになります。では、この範囲のもと、この方程式を解いていきましょうと。で、まずこれ整理していきましょうか。で、ここ169っていうのは13の2乗ですね。で、ここ定が13ですよと。ここは11があって、121は11の2乗ですよと。ということで、ここでうまいこと、なんか整理ができそうだなと。ここまず13で揃えると、13の2乗ですね。13の2乗のログの13の x-1 ですね。で、ここ2っていうのはこっち側に持っていくことができますよ。ログのこの手前の2は、こっちの2乗につけられますよと。そうするとこうなりますよと。で、そうすると、これっていうのは、ここの部分一緒にこれ取れますよね。ここ削除して、x-1 の2乗になるわけですね。これなんでこんなことが言えるかっていうと、ちょっと考えてみると、63の x-1 の2乗ですね。じゃあこれを t としましょうか。これ全体を t とすると、そうするとこれログを取りましょうか。これ13ですので、ログを取っても OK で、ログ13。ログの13のこれ。こっち側もログを取ると、ログの13の t ですね。今はこの式を t と置いていたんですが、これ両辺63を取りましたよと。そうすると、この63の13ですか、ここ1になりますね。で、ここの指数の部分が前に出るので、結局これだけが残るよと。つまり、63の x-1 の2乗イコール63の t ですね。で、ここ、両方63という取ることができるので、t っていうのは結局、x-1 の2乗と等しいよということになりますね。ということで、今この t っていうのは何だったかっていうと、x-1 の2乗ですよと。こうなるわけです。つまり、この式の、ここの部分をカットすることができますよ。x-1 の2乗になりますよってことですね。ということで、結局今、左辺を整理していった結果、x-1 の2乗になりましたということですね。左辺は整理するとこの式ですよと。これが左辺。じゃあ今度は右辺を整理していきましょう。じゃあここですね。ここも同じように11の、これ。ログ121っていうのは、11で揃えましょうか。ログ11、11でこれ揃えて、121を分母に持ってきますよと。そして、x-2 の4乗が上に来ますね。ここの部分をこうなりますよと。この部分ですね。で、これはっていうと、11の2乗ですから、11の2乗、2は前に出せるので、こうなって、ここは1ですね。で消えると。つまり、2分の1の、これですよと。ということですね。これが、今、ここの指数の部分。で、これ11のこれ乗ですので、今、じゃあここの部分はっていうと、11のこれ乗ですよと。で、じゃあ2分の1をこっちに持ってきましょうか。ログですので、これ2分の1はここの指数につけられるよと。こうなって、4×2 分の1ですから2乗ですね。2乗になるよと。ということで、11のこれ乗。で、11のこれ乗ですから、さっきと同様に11のログ11。ここの部分はカットできますね。さっきのここ13の63っていうのはこう両方カットできましたよと。これと同じように、ここはカットできて、x-2 の2乗になるわけですね。ということで、ここが x-2 の2乗。つまり、この右辺っていうのは、x(1-x-2) の2乗ですね。こうなるわけです。これが右辺。イコールこうなるよと。ということで、じゃあこれをちょっと整理していくと、結局、これ、2乗引く2乗ですね。1は1の2乗と見れば、2乗引く2乗ですから、和と3の積で、これ足すこれ。
これ足すこれをすると、x プラス、あ、x マイナス1ですね。x マイナス1。と、これ引くこれすると、3マイナス x ですね。ということで、ここっていうのはこういうふうになります。ということで、右辺はこの式。で、左辺はこの式ですね。ということで、整理ができました。これイコールこれって形で、あとは解いていきましょう。x マイナス1の2乗イコール x カッコ x マイナス1、x、3マイナス x ですね。これイコールこれですよと。で、これを左辺に持ってきて x マイナス1でくくりましょうか。すると x マイナス1のカッコの x マイナス1が1個残って、これこっち持ってきてんで、x マイナス x カッコ3マイナス x ですね。こうなると。イコール0と。これこっち持ってきて x マイナス1でくくりましたと。そうするとここ計算できて、x2 乗、それから、マイナス 2x、マイナス1ですね。結局、こうなるよと。イコール0。ですので、ここ x の解はっていうと、1と、これは解の公式で2分の2、プラマイルート4、プラ4ですね。ということで、ルート8ですから、2ルート2ですので、1、プラマイルート2。と1ですよと。これが x の値。で、x はっていうと、真数条件、この条件のもと考えているわけですから、x は、これを満たす、この範囲に満たされているのは、1はダメで、1マイナスルート2もダメですね。1プラスルート2。これが求める x の値ということで、できましたということですね。以上です。ありがとうございました。